コンピュータオセロは自ら指し手を選択してオセロの対局を行う能力を持つコンピュータ技術である。ここではコンピュータオセロの技術的な情報について解説する。オセロとコンピュータとの関わり合い一般についての外縁的な情報はオセロとコンピュータを参照。現在インターネットから無料でダウンロード可能なンティストやサイを E ックス、カッシオポンティストー n ヘイラクレース、ウィジーブラ、ロージステロといった多くのオセロプログラムが存在する。これらのプログラムは最新のコンピュータ上で動作させたとき、最強の人間のプレイヤーを容易に打ち負かすことができる。これは手の結果はコンピュータと人間が共に予測できるが、コンピュータがそれらの予測に優れているためである。コンピュータオセロプログラムはゲーム機を用いて、 すべての可能な手を探索する。理論上は、プログラムはすべてのコマ配置、節を調べ、ここでは一人のプレイヤーによるそれぞれの手は、プライプライと呼ばれる。この探索は、任意の最大探索深度まで、あるいはプログラムが最終、波配置に到達したと決定するまで続く。ミニマックスやネガマックスと呼ばれるこのアプローチの馬鹿正直な実装は、実際上の時間内で、 小さな震度しか探索することができない。そのため、より手を探索する速度を大きく増すための様々な手法が考案されている。これら、アルファーベータ絵上がり、ネグスコウと MTDF、ネグックに基づく。良い手の順番、地漢表、選択的探索といったいくつかの経験則も探索技の大きさを減らすために用いられる。 マルチプロセッサーあるいはマルチコアを持つマシン上での探索を高速化するため並列探索も実装される。アブドダあるいはエイフィドのようにオセロについて複数の実験がなされている。近年のプログラム上では U v ワックがより好まれる手法のように見える。評価関数を作成するためには3つの異なる枠組みが存在する。異なるマスは異なる価値を持つ体格は良く、 角の隣のマスは悪い。対称性を無視すると、盤上には銃の異なる位置があり、これらの個々の位置は3つの可能性について価値が与えられる。より洗練された手法は、ゲームの異なる段階で、それぞれの位置が異なる価値を持つ。例えば、角は序盤や中盤の前半では、終盤よりも重要である。ほとんどの人間のプレイヤーは、可動性を最大化し、 境界の石を最小化することを目指す。プレイヤーの可動性と相手の可動性が計算され、プレイヤーの潜在的可動性と相手の潜在的可動性も同様に計算される。これらの指標は非常に早く見つけることができ、強さを著しく上昇させる。ほとんどのプログラムは円と角の配置に関する知識を有しており、中盤の前半での石の数を最小化しようと、 試みる。可動性の最大化と境界の最小化は、局所的な配置へと分解することができる。通常の実装は、それぞれの行、列、体格、角の配置を別々に評価し、それぞれの価値を合計するため、多くの異なるパターンを評価しなければならない。すべての配置についての価値を決定する過程は、競合プレイヤー間でプレイされた試合の大きなデータベースを入手し、 全ての試合からそれぞれのゲーム段階におけるそれぞれの配置についての統計を計算することによって行われる。勝者が対応する石の数だけボーナスを得るように重み付けされた石の数の差の指標が最終的な石の数の差を予測するために最も一般的に用いられる。オープニングブックはまずいオープニングに反撃する良い方法とみなされている。 一般的なオープニングを与えることでコンピュータプログラムを助ける。すべての強力なプログラムはオープニングブックを使用し、それぞれの試合後に自動的に自身の定石データベースを更新する。試合データベース中のすべての試合のすべてのポジションを調べ、データベースの試合で打たれていない最良の手を決定するため、以前に探索されたポジションを記録するための置換表が用いられる。 これは、それらのポジションを再び探索する必要がないことを意味する。個々のポジションについて深い探索を実行しなければならないため、これは多大な時間を必要とするが、一度実行してしまえば、定石データベースの更新は容易である。それぞれの試合をプレイした後、すべての新しいポジションが、最良の偏差について探索される。44皿オセロは、 非常に小さなゲーム機を持ち、すべての可能な局面を生成するミニマックス法を用いる多くの単純なオセロプログラムによって1秒以内に解決される。結果は白の10勝ちである。66皿オセロはすべての可能な局面を生成するミニマックス法を用いる多くの単純なオセロプログラムによって100時間以内に解決される。結果は白の4国勝ちである。 88皿オセロのゲーム機のサイズは1054、濃度と推定されており、合法的なポジションの数は1028と推定されている。数学的には未解決であるが、早い並列ハードウェア上あるいは分散コンピューティングを通じたプログラムによる徹底的な計算を行うことで解を見つけることは可能かもしれない。数多くの引き分けへの道筋が示されているが、 このような道筋は完全に判明していない。一部の競合プログラムは長年自身のデータベースを拡張してきた。斜め取り、縦取り、並び取りの23つの主要なオープニングに関しては、斜め取りと縦取りは引き分けの筋へ至る傾向にあり、一方で並び取りは黒の勝ちとなる。引き分け機は縦取りの後よりも斜め取りの後の方が大きいようである。 並び取りは黒に非常に有利であり、完璧に打った場合は常に勝つことができる。証明されてはいないが、実質的には、双方のプレイヤーが完璧に打った場合は試合は常に引き分けとなる。オープニングブックを使用した標準的ゲームでは、トッププログラムの負ける確率は1%未満である。1010皿10では、先手がより勝ちやすい。10X10 10は、中盤がより長い。 コンピュータの解析では、両者が完璧に打ったとすると引き分けが最も起こりやすいことが示されている。ゲーム機の複雑さは非常に高く1090と推定されており、合法的なポジションの数は1044と推定されている。ありがとうございます。